明るさで元気いっぱいでガチガチで働いてくれてるんですけど、そうちょっともしちょっと BGM 付きでいきますので、もしなんかあの弾きにくいとかって言ってください。はい。ということで今日はあのベースメイクから全てやっていきたいと思います。で今さっき私自分 あのオンラインサロンの方のアカウントで自分のメイクとヘアはあの終わらせているので今日はスタッフの子のみでいきたいと思います。はい、お願いします。でまず結構マスク荒れがひどいって、はい、そういうことだったので割ともう乾燥してたりとかするとやっぱりどうしてもすごい荒れてきちゃったりするので、うん、なので、ソフィスタンスのフローはごめんなさい大丈夫ですアシスタントあ、ピン打ちそうですね大丈夫ですよ。はい、そうでこの乾燥しないようにやっていきますね。はい、で全体的に押さえるようにつけていきます。で乾燥してるとどうしても肌荒れもひどくなってくるので後ろが揺れちゃう。みんなミフちゃんに似てるって言ってるりなちゃんが？あ、私がですかね。ねえ、本当？そんなこと初めて言われたよね。頬骨結構私、頬骨がある。私も頬骨はあるタイプだよ。で、次、グロウ、ソフィスタンスのグロウ、乳液です。乳液です。これで結構ツヤっぽく。これはね、基本的にあんまり、あれです。敏感肌の人でも使えるっていう感じなので、割と荒れやすいみなちゃんでも使えると思う。染みたりしない？はい。はい。そう。で、ツヤを出します。そしたら赤みが、ね、出やすいっていうことだったのでグリーンを使います。グリーンとあとブルーを混ぜます。今日モデルさんは、ね、2人います。はい、だから1人目はりなちゃんです。だから30分間でささっと終わらせられるメイクをしていきます。こんな感じで1対1対1でグリーンとブルーとアスレティアを混ぜます。で3色混ぜますね。でくるくるくるっと混ぜましてまずはこの赤みの出やすいところからまずつけます。あとは真ん中あたりからそうでつけたら本当にねさっと伸ばしてください。さっと伸ばさないと本当にすぐね固まりやすくなっちゃうのでできるだけつけたらさっと伸ばす。で伸ばしますね。そうでそしたらちょっと今後ろが揺れる。私がぶつかっちゃうんだよね。そう、わかる。でも前ちょっとね。あ、でもねぶつかんないようにすれば大丈夫です。で、はい、余ったものを全体的につけます。
白浮きしにくくなるので、そういう塗り方をするといいかなと思います。で、なんかね、どのファンデーションにしようかなと思ったんですけど、一番結構毛穴も隠れやすくて、アンプリチュードの、ロングラスティングリキッドファンデーション10番ですね。そう、これがね、一番肌に合いやすいかなと思った。割と隠れるし、ナチュラルな肌の質感になるっていう感じです。お、これもまたすっと真ん中あたりから塗ります。で、ハイフの後の効果どうですかって、ハイフの後の効果ね、結構いいと思う。でも多分ね、もう効果切れてきたんだな。なんかハイブってやって数週間がいい、2週間後くらいが一番調子いいみたいで、そう、であとは1ヶ月に1回ぐらいとかやってあげた方がいいみたいです。そう、なのでそろそろ切れてきた頃じゃないかなって思います。あと、あのまなみちゃんにもらったエステ系でね、エステしたのはすごい、ね、自分の中でも良かったです。で、ハイライトっぽくこうちょっとこう光を当てたいところに、まずはちょっと自分の肌よりも明るめでいきます。で、ルミナスフェンブラッシュコンシーラー02番です。で、クマを隠します。で、ここにギリギリまでは塗らなくていいんですけど、でもこれが一番やっぱりなんていうのかな、ムラになりにくい、よれにくいものなので、そう、RMKを使うことが多いかもしれないね。うんうん、同じ日本だから場所違いっていう、多分 Wi-Fi の環境がいいんだと思う。私がスタッフのスペル間違えてて、ご指摘いただきました。あ、本当ですか。大丈夫ですよ、なんとなく雰囲気で。そう、でちょっと上向いてもらって、ここのね、ここも結構くすみがね多い人が多くて、ここくすむと結構目が下にガーって下がった感じになっちゃうので、ここまでやってあげるといい。ここまでね、っていう感じで、そしたら、眉毛に行きます。眉毛結構ね、りなちゃんはね、おでも形もいいんだよね。形はいいけど結構こう離れて見えがちで、ここがねもうちょっとあっても綺麗かなと思うので、まずはそれを、シンスのナチュラルブラウンで描いていきます。品質のナチュラルブラウンですね。で、まず結構一直線になりがちなので、柔らかくするためにここから始まり、でまず埋めていって、眉毛も本当に変わるの でこの辺は軽く埋めるぐらいでよくて、そんなによく見えないんだよね。そうそうそう、こうやって近づいてみたいな。どちらのですか？あ、ファンデどちらのですか？アンプリチュードで、そう、さっき使ったこれね、超いいですよ。うん、
超いいです。で、ね、眉毛のここがね離れがちなんです。なのでもう少し内側までいきたいと思います。これね苦手な人は全然ねパウダーでも大丈夫。そうこんな感じで内側までいきます。そうすると一気に優しい印象になる。そう離れ目をもうちょっと内側まで寄らせる、うん、でこっち側もちょっとこっちまで、はい、うん、はい、ちょっと近づけますかってあるので、あ、仕上がったら、はい、オッケーオッケーオッケー、そう書いたら、そうだね、書いたらそうしよう、そうなんですよね、机があるからちょっと近づくのが難しいんだけど、眉毛はね、本当に離れすぎてもあれだけど、寄りすぎても変だしっていう、自分の一番顔のバランスに合う場所で終わらせる。で、こっち側もそうです。 RMK のクリームファンデよりカバー力がある感じですか？あのね、クリームか、クリームって一番カバー力あるタイプじゃない RMK の中で、多分そうなんですけど、カバー力だとそんなに変わらないかもしれない。で、アンプリチュードの方がもっとねさらっとした質感なんですよね。だから薄付きにしやすいかなと思います。マリさんのファンデって何でしたっけ？私ね、おさじ今日使いました。オンラインサロンの方でメイクをしました。そうこんな感じ、ちょっとね近づける、そう近づけます。でそしたら、パウダーで描きます。パウダーで描くのはこっちにしようかな。ナチュラルグラッセのアイブロウパウダーオリーブグレー01番ですねを使って、さっき描いたところをちょっとぐわっとなぞっていきます。でここは埋めながら、でもうちょっとね内側まで、そうね、眉毛内側まで描く結構ポイントかもしれないね、皆さんね。はい、アンさんのリップはフェンティビューティーでした。フェンティビューティーでした。3のアドバンスとアイデンティティアイブラウマスカラ02番です。コンタクトめっちゃ乾いてる、めっちゃ乾いてるし、あと照明が当たるのがなんか見えにくくて、見えにくくてさって感じなんです。で結構ね明るいね茶色なの、あんまりなかったかな。
心もしっかり使うから、でこのね特にね、ここ今見てるところ、ここがね結構これになりやすい、なんか黒いのが残りやすい、でそこはしっかりして。から地肌にベチャっとついてしまいます、うん、あのね、つかないようになってください。でもこれつきにくい、スリーのこれすごいつきにくかったです。なんかちょうどいい感じのあの細さですごい良かった。んで、で次に行きます。で眉毛結構ね柔らかく描きまして、今日ねなんかすごい迷ったんだけど、なんかさらっとつけようかなとも思ったんだけど、まずベースにこれを使います。おさじの、ニュアンスアイシャドウ D03 かげろうっていう色で、少しねくすみを取る感じにしようかな。目閉じてもらって、でくすみを一度取ります。結構茶色っぽいアイシャドウしてるイメージ、いつも。どう？あ、そうです、茶色ね。とかオレンジ系が多いです。そうだよね、はい。そうなので、あのその前に一回ちょっとくすみっぽくなってるものを取りまして、ツヤっとしていきたいです。で今日これ使おう、あでもねどうしようかなって迷ってるんですよね。迷ってるからアイライナーから描いていこうかな。はい、そうですよね。でももうないです。なんかすごいどうしようかなって迷ったりもしてたんですけど、でもっていうかもう本当は帰ってる予定だったから。そうで、このねケイトのコンシャスアイライナーカラーも結構可愛くて、ちょっと可愛いベージュなので使っていきます。でレナちゃんの目はこう笑うとね結構ねそうこうなるね。だから私の目と似てるんだよね、確かに。そうそう、私の目もこういう風になるから、で、ここが結構ね下に下がりがちなので、少し上にスッて上がる感じにします。で目を閉じてもらって、グッて上に引き上げ、私も揺れてる気分になる。確かにね。なので待てよ、大丈夫かな。そう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 。でまっすぐ向いてもらって、でスッといきます。そしたらここをね、ちょっとグッと開いた感じにするので、上向いてもらって、ここ。を引きます。で、そうすると、下がグッと開いた感じになる。で、こっち側も目閉じてもらって。あ、アイライナー引いたら近くで見たいです。はい。薄いベージュこんな感じなので、なんかそこまでね強く出ない感じなんですよね。そう、そう、そしたらまっすぐ向いてもらって、
目がめっちゃ乾燥してる私なんかもうなんなら一瞬見えなくなるぐらい乾燥してるみたいな。そうで、そしたらこのね茶色やっぱりこれにしよう超迷ってるんだけどね、さっきから。あ、でもなんかちょっとキラッとさせる感じも可愛いかもしれない。あんまりなんか、目の下にねちょっとくすみがあるから、それをキラッとさせるためにこのこれを塗っていこう。アディクションのアイシャドウスパークル 006SP を塗ります。これを目の、ね、下に塗ります。そう、ね、ちょっとだけ赤みがあるから緑みのあるあのラメでキラッと見せる。こんな感じ、少し上向いたり下向いたり、涼しげな感じにしていこうかな。おさじのニュアンスアイシャドウ D07 と螺旋っていう色ですね。これ結構ねすっきりした、ちょっとなんかパレットみたいになっちゃってるんですけど、この色を目尻中心にのせていきます。目閉じてもらって、中心に乗せてすっきりした印象にしまして、で、こんな感じね。で、キラッとした色を目頭に入れる。これもおさじが良さそうなので、ちょっと少々はい愛さんのアイシャドウのブラシってこれどれ使ってますか？今使ってます。今ね、3のアイシャドウブラシを使っています。うん、お待たせしました。これ可愛かった。ニュアンスアイシャドウ001しずくっていう色です。そう。で、これを閉じてもらって、これをね、ここのまぶたのいつもね、どちらかというと黄色、あ、黄色じゃない、オレンジ系とか茶色系とかのメイクっていうことなので、ブルー系使ってみて、こんな感じ結構ね、すっきりする感じになります、目の上が。で、次ハイライト入れます。でハイライトが割とね乾燥系の肌だとツヤが欲しいところなので、このねシャネルの少し水っぽくなるバームエッセンシャルスカルプティングっていう色を使います。そうで、まず鼻筋、ここの際のところを、そうするとね鼻筋がスッて通った感じになる。あと頬骨からこのね、ここの眉毛のきり下のところ、そうに入れます。もうちょっと鼻筋がそしたら、そうそう、おさじいっぱいで使ってます。で、まつげをいきます。まつげね、これが良かった。目元を近づけますか。はい。アニメのアニメのね、結
結構ね白っぽいグリーンなのですごい綺麗な色です。そしたらまつ毛が本当にすごい素晴らしいまつ毛しているから、した感じのリップにしていきたくて、ただ迷うんだよな、大人っぽくもしたいので、いやどうしようかな、すっごい迷うんです。いつもチークブラシとかね、チークブラシこれね、もう超昔から使ってるやつ、もうわかんないこれブランドじゃないと思う、あの何でも大丈夫。あ、1個は博報堂のやつ使ってますね、うん、そう。でもう1個、あ、白のチークブラシいいよ、白のチークブラシすごい、なんか3つぐらい私持ってるんだけど、白のすごいいいです。で、いや迷うんだけど、ちょっと柔らかめな色から1回やってみようかな。ハッチアウト、マッチアウトでいきます。ヒンス、そうヒンスのハッチアウトでいきます。あ、白のねこのブラシもすごい良かった。リップブラシ、ね、でパウダーリップですね。軽くそう口開けてもらって、パウダリーな感じだから本当にね、飛ばすのにもいい色かも。ちょっと足してもらって、そう、かわいいよね。でもうちょっと大人っぽくしたかったら、アドレスっていう色を上から付け足してもいいし、このアディクションのザ・マットリップリキッド010もすごいいいです。そう、買っちゃう1週間前に買った。本当にいいよね、本当にいい、あのね、いいよ。よいくつですか？21です。若いよね、びっくりしちゃう、本当にすごい若いよね。まさかのさそう、これぐらいちょっと濃いめの色でも可愛いかな。可愛いよね、ね、可愛い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 
系からちょっとだけ、はい、あのアイシャドウを変えてみたから、やっぱ後ろぶつかるね。こうやって横にこうし、うん、違う違う違う、はい、このリンパスなるほどですね。そうそうそう、こうするちょっとこっち側向けてもらって、はい、大人っぽいよね、本当に。ちょっとこうふわってもこうかな。はい、うん、あ、いいですいいですいいです。私いなくなるので、アイロン欲しいかもしれない。アイロン、はい、すみません。そうそうそう、かわいいです。リナかわいいですよ。で、ここなんかかけてる。あ、アイロンかけてます。アイロンかけてる、はい。ストレートに、若干巻いてました。若干巻いてる、はい、はい、ちょっとこの辺巻こうかな。はい、うん、手じゃなくてアイロンでいいです。あ、いいよ。すごい、この人に、この方にあのいいコメントでしょうあげたい。急にまたまたごめんなさい。ちょっと待って、温まってないね。どうしますか。アディクション語は何番か。アディクション、アディクション語、10番です。10番。うん。そう、アディクションね、ずっと使ってる。なんかマスクにつきづらいっていう名ですよね。一番ね、つきづらい、うんうん。一番つきづらくて、本当に、やっぱね、マスクメイクって本当にわかる、うん。日本に来てみて結構、やっぱ LA にいる時って、意外と車の中だったりとかするから、そんなにマスクって言っても外出る時ぐらいだったのが、日本に来て本当にこんなにマスクなんだなっていうことに気づき、マスクメイクを求められる理由が分かった、ね。なんかハイライトとか意外と重要です。意外とコテのおすすめ聞かれてますね。マジですか。はい、マジですか。どうしましょう。どうしましょう。何がおすすめなんですか。逆に皆さんのおすすめ。今ミチカのところに野坂さんがいる。野坂さんに聞きたい私は。もし。本当だよね。てか知っといてって感じだよね。コメントのスペル変えますか。あ、新しいの変える、はい、OKOK、 今来た。あ、ちょっと待ってください。はい、今送りました。かしこまりです。はい、どうでしょうか。あ、変わりました。変わりました。かわいいじゃん。でもなんかすっごい暗くなったけど、はい、その時のなんか落ちても可愛い、可愛いですよね。透明感で。あ、野坂さん、クレイツ。あ、クレイツ。クレイツ。クレイツだそう。あ、私もじゃあ持ってたわ。クレイツ持ってた。うん。持ってた持ってた。後ろ揺れてすみませんね、皆さん。ちょっとじゃあ、はい、クリームしてもらって。はい。こっち。さささささ。
リファのコテがおすすめってよく聞きます。リファって何？あのこれで有名ですよね。それが有名だってコテも出してるらしいです。なんかドライヤーとかも出てるらしい、そうです。皆さんの若い美容師情報が美容師、美容師ないか、美容師じゃない、ドライヤーか。これさ、これさ、多分後ろに入れないから私。はい。で、こうして、ちょっとすいません。すいません。そう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 。はい。そしたらよくない？はい。そしたらよくない？はい。
っちの方がいいかも。うん、みなちゃんでした。ありがとうございます。急なやつ、急なやつ。あ、みさん倒す方じゃないです、反対になってるので。そう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 、はい、反対になりますよ。はい、ということで次は、はい、ひかりちゃん、はい、行きましょうか。行きます。そう、本日はひかり、ありがとうございます。みなちゃんでした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 。はい、はい、で、あ、そうですよ。待って、待って、待って、あのティッシュで大丈夫。で、ペンさんまた次は、今度は、はい、はい、光の登場です。とスピンで登場です。同じに光の登場です。はい。これ、スピンのまま、このまま答えていきます。はい、ということで、こういきますね。はい、来た。はい。はい。でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ひかりちゃんをね、ちょっとね、違う色をなんか色々使っていきたいなと思いまして、はい、はい、はい、まずはベースからいきます。はい、ベース何もついてない状態ですね。何もついてないです。はい、で、これもはい、スピースタンスいきますね。ひかりさんのスピースです。本当ですか。で、ここまではいなちゃんと同じ工程でいきます。はい。透明感がスッと出る感じになります。うん、そう。で、ひかりちゃんってさ、アスリティア、アスリティアじゃない。そう。あ、アンプリチュードって使ったことあったっけ？あ、使ったことないです。使ってみようか。はい、なんか別にでも、あー、でもなー、
RMK のトランスルーセントは どっちも使ってない、どっちもない、どっちもこれと、あとエトボス、エトボスだ。さっきじゃあレナちゃんにこれ使ったので、うん、こっち使っていきます。え、なになに、山ちゃんやめへんで的なって誰え、なに帰らないの、帰国が伸びてるんで、山ちゃんやめへん今日のコメント面白いの多いんです。え、同じ人、さっきから面白い人、いや、どう、あ、違う違う人かもしれない。いや、マジでさ、本当詐欺だよね。いや、こちらとしたら嬉しいんですけど、さっきもう帰らないっていう手もありじゃないですかって言っちゃう。どっかにもう家借りちゃうとか、はい、うん、一瞬思ったよね、このコロナでね。そうですよね。でもね、帰ります、はい、サーフィンはしません。サーフィンはしません、はい、サーファーではないです。ないです、はい、で、そう、 RMK のトランスレーセントの02番ですね、はい、を使います。これね、BB クリームだから別に手でバッて伸ばしちゃっても全然大丈夫なんですけど、そう、まあ、ファンデーションと同じ感じでこっちで塗ります。アスレティア、アスレティアじゃなかった、さっきアスレティアって言っちゃう。アスレティアは使ってみてすごい良かったです。すごいしっとりします。いいよね。特にあの美容液のオイルの方を、あの、なんか振って液を混ぜるの、あれ最初にね、つける、はい、なんか順番が違うよね、あれね。違います。なんかオイルを一番最初につけて、はい、みたいな感じだよね。そう、そう、肌がすっごい弱いので、いつもコロコロ変えられないんですけど、アスレティアはいけました。あれじゃね、皮膚はね、ほんと薄い感じがする。だからこう、あんまりこう、こすらないようにしてあげた方が良さそうな肌質。できるだけ、できるだけ優しく優しくS で寝室もまた来ました。ブラシはね、これです。アーティスですね。アーティスのブラシでした。で、クマもちょっとあるね、はい、クマも、そしたら2番かな。待って2番の行方不明です。あ、こちらでした、こちらです。目の下はね、ちょっとね、明るい方がいいですけど、肌よりも。ただ、隠れにくいほどのクマがある場合は、ベースに濃いめを入れてから、上から明るめを入れる。2段階でやると。あと、なんかめちゃめちゃ青いクマとかだったら、ベースにピンク色を仕込むとか。ね、いいよね、これね、はい、本当にいいんですよ。すごい。そうでね、結構ね、ツヤっていうか、あれが気になる場合、ちょっとベトってするのちょっと苦手だなっていう場合は、シュウエムラのね、この品番がこれわかんないの、ケースに入っちゃってるから、これ定番のパウダーだと思います。トランスルーセントパウダーで、例えば鼻の周りとかそういうところだけを軽く押さえる、一番こうピタってなりすぎちゃいがちなところだけをこのようなので押さえまして、で次眉毛いきます。眉毛はピースの、ナチュラルブラウンで描いていきます。気づいた人すごいですね。ちょっとだけ切りました。切ったよね、はい、本当だ。 すごいですね。すごい。私でも分かんないぐらい本当でもちょっとです。確かに。2センチぐらいですよ。パツってなったもんね。はい、ちょっとね。すごい。すごい。光ファンが。すごい。ありがとうございます。で、
それで、ひかりちゃんの前で上を削ってる感じだもんね、いつもね、はい、なのでそこからまず最終地点を決めます。で、そこから眉毛は染めてる？染めてます。染めてるね。そう、なのでね、眉マスカラはそんなにはもしかして必要ないかなっていう感じで、ここのこの部分も埋めます。この部分ね。そう、で、これも埋めますね。で、ここからちょっとね、眉山を若干作る。私眉毛ライブしましたよね。はい、やりましたよね。眉毛ライブした。ひかりちゃんの眉毛を大改造したよね。はい。見てみてください。面白い眉毛してます。すごい、どうだったっけ？なんだ、結構パッツンじゃなかった、パッツンっていうか、本眉じゃなくって、そうだ。存在感を消したくて、薄くしてもらいました、形も。そうそうなんだよね。眉毛結構上が結構濃かったんだよね、はい、だからこれで本間にできる方法みたいな感じでやったんだよね。あ、そうです、LA です。そう LA で、うん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 、そう、ひかりちゃんの眉毛が上にガンって上がっちゃう感じの眉毛なので、それをできるだけこう上がらないようにする。そう、柔らかく、少しイメージ的には平行っぽくする。で、ボビーブラウンの、セメントとバーチの薄い方の色で、上から、いや、濃いのか、濃い方にしよう。濃い方で上から出します。で、特にここのね、トップのこの方、この辺の色をしっかり描き出す。ここも消します。そう、うん、でもあれもしてもいいかも。眉マスカラもしてもいいかもしれない。綺麗かも。あの噂の、そう、3のアドバンスアイデンティティアイブラウマスカラです。はい、ブルー系の髪色には何色のアイブロウがおすすめですか？でもね、グレーじゃない？グレー、そう、あんまりね、なんか私の髪すごいブルーなんだけど、眉毛だけを強調させるようなことはあんまりしないかもしれない。なんかそれの方がこう馴染むから、馴染んでいろんなメイク、カラーメイクは楽しみやすくなる。で、さっきやったみたいに一回全部ちょっと剥ぎ取る感じで取ります。で、次反対側もいきます。そうするとちょっとだけ柔らかい感じになると思う。やりますからね。ちょっと逆毛を立てる感じで、
という感じで、ちょっと待って、ポップアップでひかりさんに会った時にうまく話せませんでした。私めっちゃ喋ります。ひかりさん超喋る。めっちゃ喋ります、ね。割と止まらないタイプだよ、はい。なんか今回ひかりちゃんとさ、結構ずっと旅を一緒にしたから、はい、旅したよね。しました、ね、全国ツアーを。全国ツアーしてん、うんうん、いい。そう、なんかね、柔らかい色味、雰囲気にするために。物静かなひかりさん珍しくて、うん、今でも喋ったら多分迷惑かかるこれで喋ってたらね、もうなんか確かにね、ちょっと静かにできるかな、できるかな。で、ひかりちゃんってね、多分ね、最近あんまりあの茶色系とか使ってなかったと思うんだけど、はい、ちょっと大人な光にしたくて、この色がね、ちょっと使ってみたかった。 RMK のザ・ベージュ・ライブラリー・アイシャドウ・デュオ04番、ロイヤルベージュですね。そう、ただ、ね、あ、ごめんなさい、そう、あ、大丈夫です、ね、大丈夫です、カラコンしてないです。ただ、その前にちょっとね、あのくすみを消したいと思います。おさじの、さっきも使ったんだけど、ニュアンスアイシャドウ D03 かげろうですね。私にも使った、これ結構みんなに使ってる。くすみをなくしていきます。特にこの眉毛の下ら辺とかも設定入れてあげると、なんかね、白なんだけどクリーム色みたいな感じで、肌なじみもいいんだけど、ちゃんと色味もあの程よく消してくれたり、このそのものの色を出しても可愛いかなっていう感じの色で、次いきます。こちらですね、さっきちょっと傷ついちゃったんだけど、はい、そう、新しいやつです。これを目の力から入れていきます。静かだよ、ここで。でも喋ったら気をつけて、気をつけてます、気をつけて、はい、こんな感じの色でわかるかな、わかるかな、色味どうでしょう。あ、でもわかるね、わかるね、わかるね。ベージュ、ベージュです。ベージュ、もうちょっと濃くしよう。なんかちょっとだけ大人っぽくしたい。なんか物だけで見るとブラウンっぽいですよね。そう、もう、そう、で、そうだね、ブラウンっぽいんだけど、結構ちょっとオレンジ寄りのベージュって感じかもしれない。そう、こっち側もやってみます。かわいい、また買うコスメが増えましたね。なんかさ、なんかわかんないけど、ちょっと気分的に私結構黒のマスカラとかも最近よく使ってて、ホテルに忘れてきちゃったんだけど、それも黒のマスカラは何のどこだよ、ね、バイレード、バイレード、新しいやつ、そうそう、はい、そこの黒のマスカラとかもさ、結構さ、よくてね、かわいいよね。で、ちょっとスッとした目元にしたいです。あ、アイシャドウ何番ですか。あ、アイシャドウね、04番です。 RMK、うん、これさ、待って、ね、目の下の絵がかる。おさじのアイシャドウはラメが入っていますか。ラメが入っております。入っています、ラメ。確かにオフィスでも使えそうです、このぐらいだったら、うんうんうん、使えると思う、使えると思う。下にこのナーズのディープサンライズのこの左上の色、左上、こっちですね、これをちょっとくすみ系かなと思うんだけど、あえて
でプラスあえて少しだけギラッとする感じの、マリアージュ、ザイシャドウスパーク004、マリアージュですねを塗ります。みちかさんが答えてくれて、ねね、みちかさんがこの使ってるやつ大好き。みちかさんはまだ美容室にいるんですかね。もう終わってます。あ、もう終わってます、ね。はい、これを目の下に入れます。結構ひらつくかな。ここで迷うなよって感じなんだけどって感じなんだけど、そう、重要なのよね。確かにここなんか歯真っ白に見えるんですけど、何か野球選手何度も言うけど今大事なとこなんで、はい、大事なとこ、はい、ね、そう、で目尻だけこれにしようかな。シークレットシェーディングライナーを、まっすぐ持ってもらって、あかりちゃんね、お目目が大きいので、あんまり。やりすぎにならないように、目尻にシュッて入って感じします。マキアージュです。こんな感じ。そう、でもあえて結構ね、目立つようにシュッて入れて、そこに、スーッて回って。キャッキャウフフで画面から幸せが溢れてます。ありがとうございます。よく話しましたよね、朝から晩まで。全国ツアーにて。全国ツアーにてさ、もう早朝から本当に米だ。米だ。早朝から米だってさ。はい。まあ、バカ騒ぎまではいかないんですけど、そんな、はい、そんなじゃないですけど、ずっと話して、そうそう、なんか意外とこれぐらい入れても可愛いかもしれないね。この色、もう一個違う色があってですね、これちょっとね、濃いめの赤茶みたいな感じなの。01番、このケースってどうなってるんですか。でね、こうなってるの。そうなってるんです。可愛いよね、こうやって。もうちょっと入れてみよう、濃いめに。なんか可愛い。珍しいです。なんかこれぐらいなんかちょっと濃くしてみたかった。グローっていう色、新しい色にして、でこれをさっきの白の筆で塗ります。わかる、この愛さんが日本からいなくなるのが失恋した波に悲しい。それを切る。なんかさっきも愛さんに言ってたんですけど、遠距離の彼氏とバイバイする時みたいな感じです。すごい寂しかったけど、また会えるっていうね。
いるやんみたいなあれってなりますね。びっくりしたよね。私もさ本当にもうあの会えないかなと思ってたらさ、まさかね結構な短期間そう。一瞬考えましたよね。本当に本当に考えた。でもね、ねコロナもコロナだしって感じでね。でこれ003P アディクションです。アディクション。ずっとつけます。髪型どうしようかね。あどうしましょうか。ねオリンピック見てから帰っても遅くはないですよ。結構な期間結構、ね、あと半年以上になりますね。いやだから1回来たら2週間の自粛っていうのは結構辛くて、うん、辛くてってか、うん、子供連れだとなかなかね。そうですよね、なかなかなんですよね。時間も取られちゃうし。そうで渦のこれにする。あこの前さほらまなみちゃん、あ買いました。まなみちゃんと一緒にやってた時のやつで、じゃあ結構ね、まつげしっかりあるので、あんまり上げすぎなくてもいいかも。ちょっとスッとするぐらいでつけてみる。シャネルとアディクションのハイライトの使い分けはありますか？あ、シャネルとアディクション、はい、あのね、ありますね。でも色によってって感じかもしれない。シャネルのあのグローのやつは、グローっていうか何ツヤってなるやつはやっぱりあれにしかない感じのそのツヤ感っていうかがあるので、濡れた感じの質感にしたいときはシャネルとか、あとリンスも結構それに近い、うん、なので結構ね濡れた感じの質感にするときはその感じになってるっていうのを見てもらって。多いよね下まつげ2人と。下まつげでもみなちゃんも結構すごいよ下まつげみなちゃんは密度ってか、うん、密度すごい。ウズ何番ですか？あ、ウズがですね、すいません。あ、かわいい。コッパー、うん、コッパーコッパーです。かわいいよね。あ、コッパーって答えてる人が、うん、コッパーでございます。で、リップをね、なんかひかりちゃんが塗ったことなさそうな色に塗りたいなって思ってたんだけど、そう思ってたんですよ。で、あの、うん、黄色のシースルーシャツは愛さんと一緒に買ったんですよ。あ、そうなの、そうなの、そうなの。ね、ビジット4。はい。そう、大阪のだよね。あ、そうです、そうです。そうそうそう、ブランドは分かんないね。あのベルベットソックスとかのところなので。あ、そうだそうだ、またアップします。なんてところだったかな、ね、またアップします。わあどうしようかな、迷うんだよな。ちょっと薄めな感じで一回行ってみようかな。このね、ただこれ初めて使うので違ったらあの消します。はい、インデプスっていうあのヒンスのね色、ヒンスの色です。そう、もう本当にねベージュっぽい感じの色で、かなり水分があるので全然なんかこのままシュッて塗ったりもしても可愛いかも。いいかもいいかも。なんか光を大人に したい計画みたいな感じですよ。大人で前半はリナちゃんが若い。そう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 。でもリナちゃんって本当あの21歳には見えないよね。本当にあの中身が、そう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 、働きっぷりも、働きっぷりも結構ねそんな感じじゃない。そうか、おめでとうございます。
ちゃん、かわいいじゃん。そう、ツヤってさせたくて、うん、ちょっと待ってね、眉毛ください、私はあげたいですよ、眉毛眉毛、本当だよね、かわいい。で、なんかそうだね迷ってるこのままでもいいんだけど、ね、新鮮でかわいいよね。そう、シャネルの、3701番、これね、なんかグリッターのシャネルのやつなんだけど、これをちょっと目のトップのところにつけようかな。で、ツヤ感を出します。ツヤの上からマットっていけるんですか？今初めてやりました。混ぜるとツヤに戻るって感じだけど、そうそう、だからまあちょうどいい感じになるかな。だってこれさ、そのままマットだけ塗ると結構カサカサになるよ。これそうですよね。そうそう、で、うんってしてもらって、うん、これぐらいなんかちょっとマットな感じも可愛いかも。こんな感じです。かわいいよね、大人。大人なんですけど、もうちょっとね、もうちょっと見てしてもらう。いい、おー、かわいい、かわいい、なんか馴染む感じですね。そう、なんかオレンジじゃないの初めて、ね、だいぶマスター、ね、なんかひかりちゃんでどうしても私オレンジ選んでしまいがち、はい、だからそう、なのでイリュージョン初めて知りますイリュージョンです。イリュージョンします。アイさんが消えました。イリュージョンで、こちらから、はい、こうしてと、私は今年31です。はい、31です。どうしようかね、なんかもうね、今何時間やってる私？あ、ちょうど1時間ちょっと。そうだよね。はい、過ぎちゃいました。ちょっと過ぎちゃいました。お付き合いください、皆さん。すいません。あ、結んだ朝でスペシャル。長いだけじゃなくて、いろんなナンバーあるんですよ、髪の毛。そうそう、ちょっと今日やろうと思ってたの。ここね、フィッシュボーンにしていきます、うん、から、ちょっと、フィッシュボーンとかご存知でしょうか、うん、あと、こうやって、ちょっとずつちょっとずつ、ここからることですね。前髪も、はい、短いので、
と本当ちゃんとしてるよね。ちゃんとしてる。ちゃんとしてんのよ。フィッシュボーンにして、でそこから
なんかフィッシュボーンをつなげて間を全部まとめてギュッてやったところにロストを持ってきまして、こことここにパスヘアピアスをつけました。かわいい、超かわいい。なんかこういうのやってみたかったんだ、すごい。なんかロストの付け方ってワンパターンだったね。ね、なんかね、ヘアピアスってやっぱりこう面白いところにいろいろつけられるから、まあ、ゴムさえあれば自分のイメージでいろんなところにつけられるのが、そう、かわいいよね。すごい。ちょっとこのこれだけつけよう。そう、だから超ロングの人とか、子供とかでもいいからね、かわいいかもね。大丈夫です。結ぶことができれば、うん、この長さってやっぱり難しいですよね、アレンジ。可愛いね。という感じです。来ました。来ました。すごい。では、最後に、はい、ね、来てもらって、すごい大人になりました。元々大人ですが、大人ですけどリナです私リナですということで、はい、今日は、新人っていうか、まあ、新しく入りましたリナさんと気になってやるリナさんと古株のひかりちゃんの、はい、ペアをやらせていただきました。はい、はい、ということで、またね、なんかね、この、ちょっと今なんかあれしてるね。すごい、メイク道具がめっちゃ映っちゃったけど、ごめんなさい。こんなところでやってました。はい。ということで、私ちっちゃいのがあります。本当だよね。これヒール履いてこれですもんね。ゆなちゃんでかいな。あ、でも、ヒールがすごい履いてる。そうなんですよ。今日、はい、ね、すごい履いてる。すごい履いてる。まあまあいい。でもすごい。何センチあるっけ、164だ。おやすみなさい。